こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も日報出版社の伝語牧場筆記から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、三家の風紀銀千寿です。山、家、草、木、すべて雪に覆われ、白銀一色の素晴らしい冬景色、まさに金銭では買うことのできない貴重な大自然の美です。それでは今から三家の風紀銀千寿を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。